になってくるんでしょうか。まあ、やっぱりまずサイドは気になりますよね。サイド、はい、はい、ペドロビッチ監督の時もサイドの相当高い力という、やっぱりこう速攻ウイング的にうまく使ったり、それを頻繁にやらすとやっぱりものすごく深いところでアクセントをつけに来ます。スローインです。長戸、大月剛新監督です。4月2日に新監督、もういい角度でしたね。美しい角度でした今のは。やっぱライン下げた時に入ってほしくないコースとかあるんで、まあ、そういうところうまくつけましたよね。そうですね。やれよお前、つけてんじゃねえよお前。痛いですよね、変わって入ったアウトサイドで、しかもですね、森脇のリサイドのところは8スノが来てアクセント散々つけてますからね。そのまま誰と変えるのか、まあ、牧野がやっぱりね、泣くところからね、ちょっと変わってくるとね、さあ4分間レフリーがいつ時計を吹いてもタイムアップ。浦和今季初勝利、そして大槻剛監督 J1 での初陣を飾りました。登録新造5分のゴールが決勝ゴール、1対0最小得点差ではありますが、レッズ、ここまで負けのなかったベガルタ仙台を下して、今季初勝利を挙げています。すべて結果ですよね。そうですね。だ立ち上がりの入り方からの最終的に苦しい時間が相当長かったけども、結果が出たということが一番だと思いますね。まあ攻撃強い、まあ、たまたまかもしれないけど、でも実力者っていうのはやっぱり点取るんで、いろんなチームからやっぱり点取ってきますから、今日なんかでもやっぱりいいボール、まあ、堀監督、前監督のこともお気遣っていました。開始5分のゴールが決勝点となります。